誰なの？さっさと行け、モンスターめ。ベッドの下に戻れ。やばい、デビーが目を覚ました。おはよう、キャットナップ。さあ、今日一日を始めよう。金はどこだ？金はどこだ？なんだおめえは。出て行け泥棒。わかったよ、出て行きゃいいんだろう。二度と来るな。来たら警察呼ぶぞ。ああ、ハエだ。捕まえてやる。待て、キャットナップ生きてるの？ねえ、あ、うわ、信じらんない。めっちゃ嬉しい、私の親友だよ。部屋を案内してあげる。ほら、あなただよ、これだって。知ってると思うけど、こんなキャットナップ変身計画ってあるんだ。見て、だってあげる。キャットフォンで電話。もしもし、デリバリーさん？もう来たの？めっちゃ早。すごいね。サインを。オッケー、ありがとう。デビー、これを見て。キャットナップはこれなしでは生きていけないの。うわ、つけてごらん。いいね。ふわふわの足見て。前足をモデルにつけて。いいスタートね。ああ、どうしたの？ねえお姉ちゃん、私の足を見て。ああ、それがどうしたの？あ、充電器はどこ？あった。ああ、ベータの下のモンスター。ねえ、充電器貸して。これのこと？ほら。チュー、モンスター、今はダメ。自分を誰だと思ってんの？私に犬になれって？どうだ、取れるもんなら取ってみろ。返して。キャットナップは私の。あんたには無理よ、こっちは背が高いんだから。時間の無駄。ああ、電話。もしもし、うん、デート？もちろん。返して。行くよ、私のキャットナップ。遅いな。俺は普通女の子待たねえんだが。おっと、来たな。かわいこちゃん。やあ、フィル。何がしたい？ちょっとメイク直すね。え？どうしたの？キャットナップだよ。最悪じゃねえか。ルーザーのシンボルだぜ。世界を動かすのはな、ドッグでさ。マジで？バイバイ。俺、おめえと会わねえみたいだな。こいつめ、よくも私の恋愛を台無しにしたわね。待って、私を連れてって。あんたのせいでね。行ってきな。こんにちは、ピザお待たせ。どうぞ。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、これは。え？ねえ、これもあなたのオーダー？と、私のキャットナップ、ありがとう。うわー、100ドルも。なら、ピザだよ。キャットナップさえいればいい。めっちゃ寂しかった。お願いだから、出てきて。いやー。また会えて嬉しい。ピザ？いいこと考えちゃった。早速始めよう。うわ、ほら、猫耳だ。あー、かわいい。でも待って、何かがおかしい。色かな、使ってみたら。なるほどね。思いっきり引っ張って。これめっちゃ楽しくない？
まるで雪みたい。この生地は最高。ほら、これこそ耳ね。イエーイ、リストのチェック OK。 すごい、めっちゃ似合ってる。ねえ、キャットナップ、どうしたの？で、私のピザは？なんでこんな散らかってんの？ごめんなさい。謝ってもダメよ、自業自得ね。え、メッセージ？うん、さ、学校に行こう。おい、いや、かわいい子猫ちゃん、返して、私のよ。さあ、取れるかな。返して、やめて、かわいそうじゃない。キャットナップって飛べるんだな。キャッチスティーブ。ああ、キャットナップ、一体何なんだ。近づかないで。お前は一体何なんだ。ルーザーが一人増えたな。お前たちに勝ち目はねえよ。どっちが強いか分かりきってら。デビ、これつけて。二人に礼儀正しさを教えてあげる。ほら、寝た寝た。ありがとう、キャットナップ。次は何かな。紫色の髪、きっと同じこと考えてるね。もらえるものはもらっちゃえ。うわ、ほら、大きなボールになった。これでできる。おい、服はどうした？いけてるぜ。新しい髪型作るよ。糸をほどいて。そのままにしててね。ナイス、オッケー、毛糸ちょうだい。整えていくよ。次はスタイリング。どう？いいね。とにかく綺麗に溶かしてあげるのだから、とってもスムーズできた。ここまっすぐじゃないな、ちょっと微調整。お見事、準備完了。新しいルック楽しみだね。ほら、めっちゃ似合ってる。ほんと、キャットナップの変身にハマってるでしょ。このようなものとは思えないよ。待って、これもある、ヘアアクセサリー。ほら、ずっといいでしょ。チェックしよう。髪の毛できた。気に入ってくれて嬉しい。やば、隠れろ。なに、このカオス、ゴミ箱でも爆発した。またお前、ミスターライトが私を捨てた原因。滅ぼすしかない。ゴミ箱行き。え、なんでここに。じゃあ下水道ね。バイバイ。どうしてこんなことが。追い払ったのに。マジでこれが最後。クローゼットに閉じ込めちゃえ。うー、もう終わりね。私にしがみつかないで。ちょっと待って。まあ、いっか。何があったの？イメチェンの続きしよう。次はメイクね。キャットナップアイシャドウ。シェードも思いのまま。私のも好きに使っていいよ。さあ、綺麗になるよ。まずは私のシグネチャーから。アイライナー、キラキラはマスト。かわいい鼻も大事。うん、いいね。リップはこれだよ。これは一体。キャットナップ。ああ、使っちゃった。姉ちゃん敏感だから。メイク終わり。次はグネ。何かアイディアある？お姉ちゃんってそういうもんじゃないの。クローゼット覗いてみよう。どう？パス。これは色がおかしい。ダメダメダメ。これはどう？
いいんだけど、紫じゃないんだよね。ちょっと待って、何かあるはず。ポップな紫にしちゃおう。こうやって洗えば紫に変わるはず。モードを間違えちゃうと縮んじゃうから注意。あとどれくらい？終わったね。どうなったか待ちきれないよ。うわあ、完璧。私の頭はなんてこった。どこまで進んだかな。服が完成。もうすぐだね。あとはテール、どこで手に入るかな。なんとかなるって。行こう。あのピエロさん悲しそう。悲しいピエロさん。ついにお客が。さあ見て見て、子犬欲しい人だあれ。どうぞ。すごい、デビーにあげる。でもさ、別にこれいらないんだよね。ピエロさん、紫色のボールってある？これなら。うん、完璧。ふう、手伝ってもらえますか？わかったよ。うわー、完璧なテール。ありがとう。さっきの子犬は？なんてこった。このテール滑らかすぎない？どうだ、私どうすればいいかわかった。あの二人、いかれてる。これでどう？猫の毛でできてるテールだよ。かっこいい。早くつけてみたい。テールもできた。地上最高だよね。あとは月のペンダント。どうやって月を手に入れるの？あっという間だよ。空に浮かぶやつを捕まえるの。ちょっと待ってて、行ってくる。キャットナップ、どうするの？デビーのために月をちっちゃくするの。ほら、これが月だよ。大成功だね。あなたの月、私と同じ。これで正式にキャットナップ。ハイタッチ。頑張ったね。ミニキャットナップハウスを作ろう。おもちゃよりすごいよ。設計図。うわー、すごいね。搭載まで。まずはフレーム。キャットナップの頭の輪郭。ここからスタート。ほぼ完成。じゃーん、似てる？最高。目のスペース、いい形。次は頭、綺麗にカットして。ワクワクしてきた。できたみたい。輪郭は完璧。次はファーね。うわー、たくさん。でも足りない。さあ、髪をとこう。お願い、大事にして。いいね。これ私の。何するの？任せて。ほら、ふかふかの布にしたよ。いくよ。たるませないで。いい仕上がり。目はどうする？そうだ、パントナイムの授業が役に立つ。すごい、架空の壁が便利。家にぴったり。ほら、持って、すぐ戻る。どこ行ったの？ここよ、スプレー持ってきた。持ってて。うわ、真っ黒だ。ピンとこないわね。そして瞳、これだ。うわー、すごいね。キャットナップの目、最初のができた。消そう。よし、目もできたよ。よし、侮辱だ。リベンジする。気分じゃない。ノーと言うな。わかった。次は耳。いいね、キャットチームよ。最高ね。ドッグリベンジ開始。ゴミ箱に入れよう。ああ、一体いい案ないの？あった。耳って言ってたな。ジャークで巨大な。狂ってる？こうするんだ。ゾウの耳に変更。見えない。いいね。あ、来るよ。隠れて。
持ってきた。耳のプランを確認。青だよ。これじゃダメ。他のを探そう。運動って気分だね。オレンジ？違う。何の用？紫？今ので十分。で、赤すぎる。まだよ。What？ これだ。完璧なブルー。変わらないで。アイマスクを貸して。ダメよ。仕方ないわね。さあレオ、左。レオ、レオ。ゴー、キャットナップ。渡さないわよ。簡単にいただくよ。遊びは終わり。キャットナップ、簡単。完璧な青を確保。うわー、やったー。みんな寝てる？よし、僕も寝よう。洗濯しよう。青い子を頼むよ。完璧な青い耳。写真と同じ。プランを微調整。トサカだ。ユニコーンよ。耳ができた。次は角。捜索隊出発。ロケット、世界を消し去るのよ。あれ、うん、完璧な角。確かに持っていこう。気をつけて、もう少し。こっち。ふう、宇宙はトリキーね。やった、余分をカット。いいね。ハンマー、ドリル、ハイタッチ。ふう、成功。かわいい角。うん、いい感じ。完璧。次の課題を見よう。角よし。ニワトリヘア？本当に？あ、いいのがある。すごい。ここに固定して。いいね。整えよう。トリミング。美容サロンを開くべきね。お見事。さあ、次の計画は。髪はよし。次は花。どこかにボタンがあった。これよ。最高。あ、小さすぎ。もっと大きいの。そうね、わかった。新しいロケット、止められない。どんな、これに近づかないで。他はいいから。そんなことより、拡大鏡もらうわ。ありがとうエギ。じゃあね。私のロケットは無事だわ。最悪だね。これじゃあミュータントだ。写真撮ってよ。笑わないように。無理、ウケる。で、どんな感じ？投稿、キャプションをつけて。伝説になるひどさだ。うさぎの笑顔、もっと悲惨だな。さあさあ、鼻を大きく。これじゃダメ。モードを変えて。そうよ、いいわ。ボタンを狙って。うわー、成功。やったね、豚の鼻だ。キャットナップ、お腹すいた？思いついた。魚食べる。噛めないの？どうしたの？キャットナップが何も食べられない。歯だね。これで噛める。写真みたいな歯を作ろう。たくさん髪がいる。のりも。うわー、気持ち悪い。たくさん入れて。ほら、もう大丈夫。できた。ウサギの歯よ。
わあ、すごい大きな歯。噛めるはず。餌食べるか見てみて。まだ動かない。わかった。舌が必要ね。そう、忘れるはずない。みんなありがとう。大好きよ。いい？見て。痛い。顔を固定。畳んで。いくよ。余分をカット。できた。舌がランチ回ってる。イエイ。魚をあげて。よし、ちゃんと食べてる。おかわりがいる。みんな、いいねして餌ちょうだい。早く食べて。おかわり、もっと。食欲旺盛ね。パンプよ。前足超柔らか。かわいい肉球。見ろよ。史上最も醜いキャットナップだ。食悪いモンスターを作り出したな。サインもらえる？最高のキャットナップだ。セルフィーしていい？家と一緒に撮りたい。10万いいね獲得。有名人ね。100万いいね。なぜ？動画投稿してくれたの。ありがとう。仲直りして友達になろう。いいアイディア。おお、記念に通っとこう。止まれ。あ、笑顔を歌ドル、任せたよ。いいわね。は、負けだ。どうかしら。ルール違反だ。話せよ。私がルールよ。何それ。はあ、ついに。ちょっと目覚めた。何着てるの。ああ、ゲームが始まるぞ。強者が金を手にする。私が舞う。まさか。ねえ、これ見て。命令を聞くの。これをちょうだい。ありがとう。勝つわ。666はラッキーナンバー。ねえ、ペンキグリーンライト、レッドライト。あらら、グリーンライト、レッドライト。ひどい。グリーンライト、レッドライト。あの子はすごい個性的だ。この爪は何？トレンドなの。続けて。ランチ。あ、ありがとう。ありがとう。卵食べるの？と、下がって。あ、ウェンズデー。ねえ、卵食べるの？アンド。任せたわ。ありがとう。どうしたんだ？ゾンビのデリバリーは？私のよ。召し上がれ。ありがとう。働く気あるのか？始まるぞ。行くから。ひどい甘さ。おっと、ひどいな。最悪。あれ、見えない。あ、できた。ダメ。 Oh, no.
やめて。何それ、 iPhone？ セカンドショット、何してる？僕のスマホ、リンゴが取れた。ほら、スマホが新品だったのに。大好きなチャレンジ、フレンズで失格。どうしたんだ？失格、何様だ。グリーンライト、レッドライト。さあ、遊びましょう。イエイ、メッセが同僚を倒した。ゲームは私の。もういいかい、助けて。床がザラザラ、深いね。あ、スタンド、ちょっとその手離して。どこにいて、失礼ね。あれ、空気がずるい。ああ、ウェンズデー好きだよ、これ。つまんない。あれ、失恋。そんな、ウェンズデーだ。みんな、いいねして助けて。ありがとう。ちょっと、セーフだよ。みんな、仮だよ。誰も見てない。ねえ、起きて。何事？ウェンズデーをどうにかしよう。いいね、やった。蹴るな。よし、ここに吊るそう。ビル、なぜここに？離して。どうなってる？なんでウェンズデーが上に？いたずらね。ごめん、失敗した。すみません、ルールに当てはまったので。自由だ、見てるぞ。腹ペコで眠れない。何かある？おっと、誰だ？みんな寝てる、変だな。異常なし。食べ物の気配。ああ、ここか。おいしそう。ラッキー、いただき。おいしい。ああ、やらかした。クッキーはどこだ？責めないで。大変だ。代わりのピザだ。切り取って。うわあ、すごい。ピザだ。僕のは？みんな、一切れもらえる？やめて。欲しいよ。来るな。ウェンズデー、無駄か。できた。よし。同じく。いいね。ああ、パイナップル。最悪。失格。あ、ピザ。俺のだ。どっち？こっち。どうして？次、どっち？どっち？こっち？違う？そんな。あ、わかった。なんだよ。
動くな、バン、面白い、また外れ、どうだ、外れだルーザー、あ、逃げろ、こっち、まただわ、ヒントは、こっちよ、何、こっちよ、どっちだ、右、いいや、左だ、違う、じゃあどこなの、ダギよ、手が3つ、ダメダメダメ、朝食だ、今日はケーキ、また卵、うん、ありがとう、ああ、いいわ、あれ、すり替えた、美味しかった、おい、お仕置き、腹ペコ、勝手にしろ、ああ、私の卵、ああ、来い、競技が始まる、ほら、スカイ、待って、無理、手伝う、グリーンライト、レッドライト、グリーンライト、レッドライト、動けない、待とう、あ、うん、残ってる、あれ、あ、くすぐったい、どうなってる、あ、オッケー、行くよ、あ、行かないで、15、ゲストだ、服を直して、さあ勝者を発表、封筒、どこだ、うん、失礼マスター、どっち、赤だバカ者、勝者は誰で、うん、俺だよ、ウェンズデー、予想通り、おめでとう、金は君のだ、あげるわ、貯金箱、かわいい、お家よ、うん、いやいやいや、やめて、これは何、興味深い、犯人はわかる、見覚えのある人は、私よ、刑務所バカンスに行きたいの、私を選んで、早く、あの子、本当かい、ウェンズデー2番、一緒に来るんだ、ああ、運がないな、ニャースはここで眠ってる、ご注文です、どうぞ、どういうこと、ありがとう、ランチが食べられてよかったね、ヴァンパイア、私は食べ物じゃないの、いった、頭が、もう怒った、自業自得だよ、警察だ、動くな、墓場を荒らした罪で逮捕する、やっと夢が叶ったね、ウェンズデ、お前は刑務所に行くんだ、拷問って大好き、楽しみ、聞いてるのか、牢屋で夢でも見てろ、え、うん、そんな、ここは夢に見てた牢屋じゃない、ああ新入りさん、いや、はじめまして、所長のショーンだよ、バーン、捕まった、本当にね、
ああ、着替えるの忘れてたよ。新しい囚人を連れてきました。ウェンズデーです。君の牢屋だよ。どうぞ。さあ、ゆっくりくつろいでね。素晴らしい刑務所へようこそ。みんな大歓迎だよ。おお、バイオリン。ちょっと静かにしてくれる？弾くのやめてよ。やめないって？なら私だって弾けるから。このリズム楽しんで。ハンド、いいよ、受けてたと。ああ、無理だ、早すぎる。いいね、ビバルディ。さーて、もう帰ろうかな。ああ、わかった。あんたもついてきな。ありがとう。お二人とも、今度は僕の番だ。プリンの歌声だよ。いい夢見てね。ねえみんな、どっちの音楽が好きだった？ウェンズデーのクラシックとプリンの歌、どっちがいい？ネロ、よく食べて大きくなるんだよ。あたしもランチ食べたい。はーい。人間じゃなかった。あたしの声どうしたの？ランチだよ。ウェンズデー、美味しそうでしょ？卵たちが大喜びしてるよ。そんなの食べない。え、頑張って作ったのに。ああ、そうだ。お姉ちゃん、ランチ食べる？目玉潰してあげるよ。ああ、かわいいね。ありがとう。相手に合ったアプローチをするのが大事なんだ。これ、美味しいおやつだよ。ヴァンパイアさん、あげる。わあ、ありがとう。え、これパンケーキ？待って、ジャムもあるんだ。血みたいに真っ赤だよ。マシュマロ、最高でしょ？召し上がれ。悪くないかも。フォークが欲しいな。ねえ、ルームメイト、フォークもらえる？どうぞ。あ、焦げる。これ銀なの？知らない。ビッグマックとポテトのセットね。じゃあよろしく、待ってるから。お待たせしました。ああ、これこれ。プラスチックのフォークって天からの恵みだね。ネロ、食べて。わあ、成長したね。警察の元に行ってきな。ソニック対ハエ、世紀の一戦だ。ヒュー、巨大な雲。ハエじゃ向いてない。ソニック捕まえろ。いや、君はかわいそうだな。もうマシュマロしか残ってないぞ。え、マシュマロが欲しいって？なら早く言えばいいのに。ほーら、食べな。さあ、行くぞ。走れ走れ。いった、ブレーキが効かなかったか。かわいいモコモコちゃんだ。仲良くなったよ。いった、何すんの。あれ、
ヴァンパイアはどこに行った？ああ、いたいた、よかった。って、おい、やっぱりいない。いや、いるな。なんで？プログラムか？確認しないと。今すぐ出しな。僕には効かないぞ。いる？ちょっと待って、何やら暴動が起きてるみたいだ。あんたのせいでここに入れられたんだよ。全部自分のせいでしょ。静かにして。おい、君たち、待った待った、喧嘩を止めに来たんだ。ほら、工作しない？裁縫は落ち着くし、ストレス解消にもなるよ。あ、もしもし、問題ないよ。